プレインは2016年にアメリカ合衆国で制作されたスリラー映画。監督はテイト・テイラー、主演はエミリー・ブラントが務めた。本作はポーラ・ホーキンズが2015年に上司した同名小説を原作としている。職を失ったレイチェル・ワトソンはあてもなく、電車に乗り続ける日々を送っていた。レイチェルは電車の窓から別れた元夫、 トムの新しい生活や近所のヒップウェル夫妻の暮らしぶりを覗き見ていた。レイチェルにとってヒップウェル夫妻は理想の夫婦に見えた。トムと結婚生活を営んでいた頃、なかなか妊娠できないことへの焦りから、レイチェルは叫びたりになってしまった。過度のアルコールを摂取し続けた結果、レイチェルは自覚のないままに暴れるようになってしまった。さらにひどいことに、レイチェルは トムの上司の家で大暴れしてしまい、トムが解雇されるに至った。トムとアナの苦情も聞き入れず、二人の生活を監視し続けるレイチェルであったが、メガンがアナに子守として雇われたことには気がつかなかった。当然、メガンが説明もなしに子守をやめたことにも気がつくことはなかった。ある日、電車から覗き見を続けるレイチェルは、メガンの不倫現場を目撃した。 ヒップウェル夫妻は完璧な結婚生活を営んでいるという幻想を打ち砕かれたレイチェルはメガンに対して並々ならぬ怒りを感じた。酒を浴びるように飲んだ後、レイチェルはメガンを叱責しに向かったが、途中で意識を失ってしまった。数時間後に意識を取り戻した時、レイチェルは自宅にいた。しかも身に覚えのない傷を負っていた。そんなレイチェルのもとに、 ライリー刑事が訪ねてきた。メガンが失踪したのだという。刑事は近所での聞き込み調査からレイチェルが事件に関与していると疑っていた。一方、レイチェルは電車に乗っていたスーツ姿の男が犯人なのではないかと思い始める。実際、意識を失っている間に彼を見たような記憶が残っていたのだが、レイチェルはべてを思い出すことができなかった。メガンの夫、 スコットが自ら創作に当たっていると聞き知った。レイチェルはメガンの友人のふりをして彼女が不倫していたという事実をスコットに伝えた。ある写真からレイチェルはメガンの不倫相手がアブディック医師であると考えた。単独で調査を続けるレイチェルはメガンが不倫や性行為にはまり夫以外の子供を妊娠する可能性を恐れていた一方でスコットも 攻撃的で抑圧的な態度を妻に取るようになったことを知る。精神的に追い詰められたメガンはアブディック医師のカウンセリングを受けることになったのである。最後のカウンセリングにおいてメガンは10代の頃に出産した子供を風呂場で死なせてしまった体験を語ったのだという。アブディック医師が事件の鍵を握っていると確信したレイチェルは探りを入れるために医師のカウンセリングを受けることにした。 その中で、レイチェルは破綻した、結婚生活とアルコール依存症について語った。自宅に帰る途中に、バーに立ち寄ったレイチェルは、そこで思わぬ人物と遭遇することになる。カッコ内は日本語吹き替え2014年3月24日、ドリームワークスが、ポーラ・ホーキンズのデビュー作、ガール、オン・ザ・トレインの映画化券を購入し、マーク・プラット・プロダクションズが映画化の準備に入ったとの、 報道があった。2015年1月13日、エリン・クレシダ・ウィルソンが客職のために雇われた。5月21日、テート・テイラーが本作の監督に起用された。制作人がエミリー・ブラントとケイト・マーラに出演オファーを出していると報じられた。7月、ホーキンズはサンデー・タイムズのインタビューで映画版では舞台設定がロンドンから ニューヨーク郊外のウェストチェスターに変わると述べた。8月18日、レベッカ・ファーガソンとブラントの出演が確定した。24日、ヘイリー・ベネットがメガン役に起用されたと報じられた。2015年9月21日、ジャレット・レトとクリス・エヴァンスに出演オファーが出ているとの報道があった。10月22日、エドガー・ラミレスがアブディクイシュを演じると決定した。 27日、スケジュールの都合で交板したエヴァンスに代わり、ジャスティン・セローがトム役に起用された。28日、アリソン・ジャネーが本作に出演すると報じられた。11月3日、リサク・ドローの出演が決まった。4日、交板したレトの代役として、ルーク・エヴァンスが起用されることになった。2016年1月7日、ローラ・プレポンが本作で、 キャシーを演じることになったと報じられた。2015年11月4日、本作の主要撮影がニューヨークで始まった。11月下旬には、アービントンとホワイトプレーンズでの撮影が行われた。2016年1月30日、本作の撮影がすべて終了した。なお、ポストプロダクション作業において、ポーラ・ホーキンズのカメを出演シーンがカットされた。 2015年11月、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズは本作の北米公開日を2016年10月7日に設定した。ディズニーは2009年以降、ドリームワークス制作の映画の配給権を保持していたが、2015年12月に契約を更新しなかったため、本作の配給権を手放すことになった。後に、 ドリームワークス制作映画の配給券を購入したユニバーサルピクチャーズが本作の配給券も保持することになった。ユニバーサルはディズニーが設定した北米公開日を変更しなかった。2016年10月7日、本作は全米3144巻で封切られ、公開初週末に2453万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング1位となった。 本作は賛否両論となったが、エミリー・ブラントの演技は肯定派、否定派の双方から称賛された。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には238件のレビューがあり、批評家支持率は43%、平均点は10点満点で5.3点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、エミリー・ブラントの卓越した演技をもってしても、 ガール・オン・ザ・トレインは登場人物の設定に依拠しすぎたメロドラマへと転落することを防げなかったとなっている。また、メトクリティックには49件のレビューがあり、過重平均値は48、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーは本作に4つ、母子評価で2つ星を与え、ガール・オン・ザ・トレインには、 魅力的な部分もあるが、打作である。面白そうな雰囲気を醸し出しながら始まるのだが、脚本が原因で、スタート早々に失速する。そして、どんどん滑稽のメロドラマになっていく。最後のシーンでは、失笑を抑え込むことができなかった。と述べている。一方、ローリングストーンのピーター・トラバースは本作に4つ、母子評価で3つ星を与え、原作よりも、 犯人の正体が判明するのが早い。しかし、エミリー・ブラントは、アルコール依存症で意識を失うことがある女性、しかも無意識のうちに人を殺したかもしれない女性という、役柄を深く深く掘り下げた。その結果、ブラントは、レイチェルという若い女性のキャラクターを、あでやかさすら感じさせるレベルにまで膨らませることが、できた。と評している。ありがとうございます。